からやめなさいって。やめてよ、二人とも友達なんでしょ。そんなことで喧嘩するなんてやめて。そうだよ、二人とも考えていることは一緒じゃない。それなのに喧嘩になるなんておかしいよ。したりして、うん、ありがとう。私なら大丈夫よ。さあ次はどこへ。先生、今お時間よろしいですか？よろしいように見えるかい？よし、
コーヒーブレイクだ。入んな。失礼します。ずうずうしいね。失礼だと思うなら帰りゃいいのに。冗談だよ。で、お二人揃って何かな。先生、今回の事件に関する考えをお伺いしたいのですが。私の考え？そんなものはないよ。じゃあ考えてください。お願い。あのね、君たち、私に与えられている情報はとても限られたものだ。そんなものを基準に推測したところで得られる結果はたかが知れているだろう。真相を知るのに必要なのは事件の細部ではなく個々の事件の関連性だと思うんです。私や神岡君が先生とは違う角度から情報にアプローチすれば真相が浮かび上がることがあるかもしれません。まるで名探偵登場だな。我々が考えつく程度のことは警察だってとっくに考えているだろうよ。でも今回の事件はもっと学園関係者とか内側からの調査が必要だと思います。それ以外に考え方があるか？それは発想が飛躍しすぎだな、神岡君。人為的犯行説に至った理由を教えていただけますか？ダメだよ。私だって確証があって言ってるわけじゃない。私誰にも言いません。お約束しますから。そういう問題じゃないよ。確実性に欠けることを言いたくない。私のポリシーの問題だ。下手なことは言いたくないんだよ。私の説が肯定されたみたいで心強いわ。図書室？なぜ？そうね。
星原さん。星原さん、なんでここにいるの？私、こっちの図書室の方が好きだから、ここにいるだけです。何かご用ですか？私は事件って何ですか？原因不明の病気のこと。星原さん、率直に言うわ。あなた変な噂立てられて一部の生徒に疑われているのよ。知っています。知ってるのになんで黙ってるの？別にどうでもいいことですから。よくないでしょ。星原さん、あなたが原因じゃないんでしょ？だったら誤解を解かなきゃ。答えてよ。このままじゃ変な噂がどんどん広がっちゃうよ。答えて、星原さん。あれからもう1年も経っているのよ。今度の事件が去年みたいなことになるのは嫌なの。私が食い止めるから、何とかするから、お願い、私を信じて。何か喋って、三岡さん、ダメ。どうしたの、神岡くん。
ち着いて神岡君、大丈夫だから。神岡君、カウンターが壊れたのには何か絶対原因があるはずよ。神岡君が壊したわけじゃない、落ち着いて。神岡さん、何が見えるの？ユリ、麻生さんは黙って。神岡さん、何が見えるの？神岡さんが見えるのね。まだ見えるの？落ち着きましたか？何？何なの？個人を取り巻く世界の情報を把握しきれずにこぼれ落ちた思考は、仮の実態を伴って顕在化し、不価値な要素を一手に担い自我を守る。神岡君が幻覚を見たってこと？そう、落ち着けば消えます。星原さんが落ち着かせたってこと？結果的にはそうなりましたね。わかんない、わからないよ私。なんで神岡くんは星原さんの一言で落ち着けるの？カウンターだっておかしいわ。誰もいないし仕掛けもないのにこんなことできるわけないわ。どういうことなの？これやったのユリなの？私？私じゃないわ。ちょっと、神岡くん。